あ、すみません。はい。藤本さんのお宅でよろしいですか？はいはい。あ、すみません。藤本和美さんって方いますか？和美。はい。いや、私一人なんですけど。あ、一人ですか？はいはい。あ、ご家族の方っています？あ、一緒には住んでません。一緒には今住んでないですか？うん。あ、ちょっと自分ネットの方で、藤本和美さんに、かずみって子はいませんよ。かずみって子いないですか？うん。藤本かずみ。昭和の和の美しいでかずみって言うんですけど。いや、いないですね。あ、いないですか？あ。なんか縁を切られてるとかそういうんでは。いやいや、そうじゃなくて、そういう名前の子はいない、ね。あ、藤本かずみさんって子はいない。はいはいはい。ああ、そうですか。すいません。わかりました。はいはい。はい、すいません。おい、藤本和美、どっかえりきってなんだよ、お前。どっかえりきって。あんな漢字も読めねえのか、お前は。お前はさ、俺に殺害予告をしといて、謝罪もせず、ずーっと逃げてるよな。で、俺は視聴者の方から、お前の実家らしきとこを特定してもらい、さっきかけた。そしたら、違ったのか。そんな子はいませんと。でもさ、なんか話の途中で、今は一緒に住んでないって言ってんだよね。本当にお前、親から嫌われてんのか。これは本当にお前の実家ならな。呆れんな、お前な。呆れるわ。俺のコメントも無視し、しまいにはブロック。すぐ俺に連絡してきて、ツイッターの DM でもいいから。一回本当に話しようや。もうスカイプでも、LINE 電話でもいいから。そろそろ終わりにしね。じゃないと俺動くよ、マジで。では。